こんにちは、エシュウェイ社の岡本です。髪が金髪なので金髪と呼ばれてます。よろしくお願いします。ボイジャーさんのこのブースでお話しさせていただくの今回で、今年で3回目になりまして、3年以上前からいろいろと本当に、お世話になって、いろんなことをさせていただいてます。うちがボイジャーさんとどういう形で、付き合っているのかというと、B&B の仕組みを、うちの、漫画の、プロモーションのために、導入させていただいてまして、B&B を、うちの smanga.net というあの紙の本の、試し読みとかプロモーションのサイト、合わせてデジタルの、コミックのプロモーションの漫画ブロードキャストチャンネルの、両方で使用させていただいているという形になります。で一番最初に大きく組んだのが、このキングダムの10巻無料試し読みキャンペーンになります。これもお話しさせていただくの3回目になるので、ちょっと、去年一昨年いらっしゃっていただいた方は繰り返しになるんですけれども、2013年の4月と2013年の5月に、キングダムの1から10巻を、B&B の仕組みを使って、ブラウザベースで、試し読みしてもらうというのをやりました。その、頭のところの1、2話とかを無料っていうのは、それまでいろいろと例があったと思うんですけれども、1から10巻をまとめて試し読みさせる と,、というのは、当時もなくてですね、大きな話題をおかげさまで、呼びました。で当時、2013年の4月って今振り返ってみるとですね、その前の年の、の年末とかに、Amazon、Kindle が、日本上陸して、2013年の、3月に iBooks が、上陸というか、日本公開されて、いろんなプレイヤーが揃った時になると思います。でこれをやってですね、おかげさまで、紙の方もデジタルの方も売り上げが大きく上がりました。で、おかげさまで、ここに挙げているような非常に多くの、読者ユーザーの方々にご覧いただきまして、ユニークユーザーで、約21万、18万というで、試し読みの操作数でいうと179万215万という、かなりの数の、方々に見ていただいたと。で実際、現在やるともっと比率変わると思うんですけれども、当時でスマートフォンと、PC の、比率が 65% と 35% で、3分の2がもう、スマートフォンのユーザーだったという感じになります。で、1から10巻読ませちゃって、結果どうだったのっていうところで、これが、ざくっとしたところですけれども、期間中の、11巻以降の売り上げの比較になります。期間中、その第1回4月1日から4月16日のところで、これちょっとパッと見て何倍か分かりませんけど、すごく売り上げが上がっているのが分かると思います。で、試し読みのその期間が終わって、落ちても、それまでよりも、売り上げは上がっており、第2回が、始まるとともにまた上がったということになっています。で、実際これ2012年に配信を始めてから、どれぐらいの売り上げが上がったのかっていうところを、積み上げというか、月ごとの売り上げにしてあります。で、2013年の3月の売り上げが、右端の方ですね。で、4月に、漫画ブロードキャストで10巻無料キャンペーンをやって、ご覧のような感じで4月と5月、売り上げがガツッと伸びました。3倍とか4倍とかで、ここの時点で、初めて、デジタルの売り上げの累計、が月10万ルを超えてます。これキングダムですね。で2013年で、その後、その話題があるたびにガッと伸びていくんですけど、すぐ物を買っちゃう芸人みたいな、番組があったところで、ガッとまた売り上げが上がるみたいなことが起こってます。でおかげさまでここで、売り上げの底上げが
されていることが見えると思うんですけれども、2014年、4月からご存知のように消費税の、改定が 5% から 8% みたいなところがありました。その4月1日のタイミングで、いろんな、ことをやりまして、2014年の1月には1巻無料キャンペーンやってるんですけれども、まあ10巻じゃなくて1巻でもご覧のように売り上げが上がり、4月に春のデジタルコミックキャンペーンで春マンっていうのをやりました。でこれはその消費税の改定に合わせて価格のキャンペーンも含めてやると、まあそれまでよりもやや安い値段で売るみたいなことも含めて、集英社のデジタルコミック全体で大きいキャンペーンをやりまして、そこでも売上が上がってます。で、今年に入って、まあ、こういう感じで言ってみると新刊が新しい刊が出るたびに売上が上がっている感じなんですけれども、この5月に、大きい動きがありまして、アメトークがあってですね、ここでガツッと売り上げ上がってるんですけど、これがどれぐらいだったかというと実はこんなことになりました。で、やっぱりこう大元いろいろといろんな企画をやってですね、まあ言ってみるとアーリーアダプターの方々というか、漫画好きな方含めて読んでいただいてたおかげで、まあそのヒットする、まあ、基礎ができてたというか、でここで、爆発しまして、5月の、これアメトークが、まあ、その月末の番組だったんですけど、この、40万部のうちの30数万部が、そのアメトーク後の3日間で売り上がってます。3日間でこれぐらい売り上がってまして、6月もこの売り上げが結構続いてますので、今紙版が1500万部ぐらい累計で出てるんですけれども、デジタル版の売り上げが、5月、まででだいたい210万部で、プラスして、この6月で、3、40万部、来ると、まあ、250万部ぐらいまでいくんじゃないかみたいな、話をしているところです。でまあ、これもやっぱりこの最初の10巻無料とかで、まあ火がついたというか、まあ着実に伸ばしていく土台ができたんじゃないかなというふうに思ってます。はい、じゃあまず、僕からはこういう感じで、はい。で、まあ、今回も一緒にお話しすることになってですね、どういうお話をしましょうかっていうことだったんですけど、なんか過去の話をしててもばっかりしててもあまり面白くないよねっていう話を、林さんとしまして、で、新しいその漫画の見せ方とかそういうのをなんか実験的にいろいろトライしてみようっていう、まあ、無茶なお願いをしまして、でそれで、今日一緒に登壇させていただきながら、ちょっとブレストっぽく、画面を見ながらお話しできればって話をしてます。よろしくお願いします。ボイジャーの林です。まあ、まずはじめに私もキングダム芸人見ました。ありがとうございます。かなり、まあ、見てないお客さんもいるとは思うんですけど、まあ、かなりその本編に触れずに本を見たがる、もう本当に魅力的な形で発表していて、なかなか域に電子書籍のプロモーションを持っていくのはなかなか難しいかなと。いや、なんかプロモーションを仕込んだことは何もないんですけど。はい、はい、でですね、実はですね、まあ、先ほどのキングダムもそうなんですが、ボイジャーは集英社さんと組みまして、で電子書籍を、まあ、どうやって皆様にお届けできるかということを、まあ、いろいろと試行錯誤しているところがあります。で今回はですね、ちょっと趣向を変えてですね、まあ、つい最近ですね、ここ数ヶ月でですね、まあ、岡本さんと、まあ、私の方でお話しさせていただいていて、で実際その本を見せるというところではある意味その弊社の B&B という先ほどのブラウザービュアーはまあ、ほぼほぼいい形に進んでいるんですが、今度は本を読者と本をつなげるですね、そういった部分に関してもうちょっと新たなチャレンジをしていくべきではないかという形で今一緒にご相談させていただいています。でですね、ちょっと簡単にですね、実は私の方でも資料を作ってきたんですが、最初がほぼほぼ丸かぶりでですね、キングダムのお話になってます。なのでちょっと本当に簡単にもう先ほどお話しいただいたように、もうすごい当時ですね、これ実は2年前だったので、当時実はまだ出版社さんとかはですね、ブラウザーで本を読むのってどうなのっ
海賊版とか出ちゃうし、まあ、本も紙の本も売れなくなっちゃうしどうなのっていう、まだそういった時代でして、ただあの主演者さんとこのキングダムを一緒にやらせていただいて、まあ、ある意味実績が出たと。先ほど、まあ、現在の最新の数字も出ていましたけど、結局そのウェブ上でプロモーションを行うことによって、特に電子書籍だけに限らず、もう紙も一緒に売れてるよと。要はあの読者さんにしてはそのコンテンツがかなり魅力なので、紙であろうと、まあ、電子であろうと、まあ、構わずそのコンテンツをまあ買いたくなるという意味で、その B&B のコンテンツ、まあ、あのウェブ上でのまあプロモーションというのはかなりあの可能性があったんではないかと。でその当時判明したのが、先ほど そのキングダムが本当に印象的なイベントでした。で今ではですね、あの実はあの実績がかなり強いとは思うんですけど、各出版社さんであったり、あとストアさんであったり、今ねですね、あの電子図書館さんもですね、あの弊社の B&B 使っていただいています。で、まあ、本自体はそのまあ、一般的に普及していてウェブ上で読めるという環境はできたんですが、今後ですね、やはりその次の展開、そのまあ新しい漫画の UI を考えようということで、まあオイジャーと主演者さんの方で一緒にやらせていただきたいと考えています。でやはりその新しい本との出会いを加速する、まあかっこよく言うとウェブマーケティングテクノロジーってことなんですが、まあ、あのそういうものをちょっと進めさせていただいています。でまずはですね、あの最初に岡本さんとお話をさせていただいていて、で実際 B&B すでに漫画ブロードキャストチャンネルでご利用いただいているんですが、そこで、まあ、2年ほど運用していただいて、いろいろと問題点が見えてきたということをお話しいただいたので、はい、ちょっとここは岡本さんにお話していただいていいですかね。B&B で、その試し読みを始めさせていただいた2年前って、本当になんかこう漫画をデジタルで見るっていうことに対してかなり実はストレスがあって、当時って、まあ、2年ぐらいこうぐるぐるっと巻き戻して思い返してみていただくとなんですけど、まず電子書籍を読むのに専用のアプリとかをダウンロードして、で、まあ、そこのダウンロードするして、まあ、本を探しますと。で本を探すのも検索も、まあ、当時だと、まあ、キーボード付きのスマートフォンだったりとか、まあ、ちょっといろんなスマホがありましたけど、まあ、そこ の機能自体もあんまり優れてない中で本を探しますと。出てきた本を試し読みするのに、一回その試し読みのファイルをダウンロードして、ダウンロードするのにも時間がかかり、で試し読みしてこれじゃないと思った時にもう一回また本に戻るのにさらになんか30秒ぐらいかかり、で別の本を試し読みをするのにまたダウンロードしてで1分以上かかるみたいな、もうこれなんか 2,3 冊やるともう次試し読みとかしたくないよっていう状況だったと思うんですね。まあ、それがこうB&B でブラウザビューアーで見れるようになって、まあ、そこはかなり改善したんですけど、でも世の中のことを考えてみると、ブラウザビューアーで電子書籍を探して立ち上げるのってそれでもまだ結構ローディングとかに時間かかるんですね。でそれってやっぱりその DRM がかかってたりとかいろんな状況はあると思うんですけど、YouTube とかはじめとして動画のサイトであれだけスムーズにいろんなものがこう再生されてすぐいろいろ選んで再生できるのに、漫画のを探して読むのってまだ結構ストレスあるよねっていう話を林さんとさせていただいて、じゃあその辺を改善するのにどういう方法があるのかなみたいなところをブレストしながらテストで作っていただいたっていう、まあ、経緯があります。で、ちょうど今うち のウルトラジャンプが創刊記念でいろんなことをやっているので、ちょっと例としてジョジョの奇妙な冒険とか、まあ、そのバイオグニティとか、まあ、いろんな漫画をやっている、ウルトラジャンプの作品をメインにテストサイトを作っていただいた感じになります。はい、はいはい、そうですね。岡本さんとお話しさせていただいて、まあ、その時に出た話というのが、まあ、結局そのまあ、ウェブ上で本を紹介するんですけど、先ほどのお話に加えて、まあ、やはりウェブ上に本の書影を置いてですね、まあ、それをクリックして見てもらうっていう、まあ、どこのウェブページ行っても同じような、まあ、作りになっていたりとか、あるいはですね、まあまあ、要はウェブページ上に、まあ、限られた領域に本のサムネイルと、まあ、イベント情報とテキストを表示するので、まあ、それほど新しい本、まあ、主演者さんだと月に200本ぐらいの本が
ですね、うち紙の本だとオリジナルで多分600から800ぐらい年間出していて、で、まあ、その中はまあリミックスだったりとか文庫だったりとか、はい、いわゆる形の違うものも入れると1000冊弱とか1000冊前後になると思うんですけど、紙の本の新刊だけじゃなくて、過去のその、デジタル、あ、過去のその作品を、デジタルでやっていくこともあるので、多い時だと週100冊とか結構出してる時もあります。まあ、そうですね、それほど、まあ、主演者さんだけでも週100冊週100冊すごいですね、週100冊の本が出る状態で、今ウェブストアさんであったり、まあ、あるいは出版社さんのプロモーションサイトであると、まあ、新着とはあるんですけど、やはりそのライン上に1行あって、そこに今何作かっていう、まあ、本当であれば100冊全冊全部、まあ、紹介したいんでしょうけど、まあ、なかなかウェブの制約上、まあ、なかなか見せることができないという、まあ、現状の問題もあります。で、まあ、加えてその、まあ、アプリケーションからの、まあ、アクセスに比べたらかなり良くなってきたんですが、先ほど岡本さんが言った通り、 その、まあ、それでも動画サイトとかに比べると表示が遅いよねというお話をいろいろさせていただいて、確かにすごい B&B としては耳が痛いお話だったんですね。で、まあ、それであればそういったものをベースにいろいろちょっと改善していくことによって、まあ、何か新しいものが生まれるのではないかということで、いくつかフェーズを分けて開発を、まあ、進めさせていただきました。で、まずですね、一番最初にそういったお話をさせていただいた後に、まあ、それであれば例えば、まあ、まさに動画配信サイトとあったので、まあ、そういうような作りにしたりとか、あと、まあ、今本を縦スクロールで表示する、まあ、ビューとかがあるとは思うんですけど、あれって本当に早くてですね、まあ、理由は DRM がほとんどなくて、単純なその画像があるウェブページだからということなんですが、まあ、まずあの速さをそうしたらどういうものなんだろうということで、まあ、それもプロト版で作ってみないかというところと、あとですね、その、まあ、動画サイトに関連するんですが、特定の動画サイトとかで例えば動画のサムネイルがいっぱい並んでるんですけど、そこにマウスオーバーすると、まあ、その内容がザッピング的に、まあ、表示されるようなサイトがあって、まあ、ああいうこともできたら面白いんじゃないかなということで、ちょっといくつかプロトタイプとして作成したものがありますので、ちょっとここでお見せできればなと思っています。で、まず動画配信サイトです。で、まあ、本当にここはですね、まあ、ある意味リスペクトをした形で、まあ、ちょっと UI 的には皆さんなんか見慣れた形になってるかもしれないんですけど、ここでですね、まあ、同じような形で本来であれば動画が再生される部分で、まあ、本を表示してみました。で、ここはですね、まあ、普通に B&B が入っているので、ここの部分をクリックしていただければ本が読める形になっているんですが、で、加えてですね、まあ、この下の方にですね、その書誌情報画面で、ここにコメントとして、まあ、ユーザーのコミュニティが、まあ、作品に対してできればいいなと。あと、今すみません、これ試験サイトで申し訳ないんですけど、ここにサムネイルがあって、まあ、関連書籍がこういう形で並ぶと。で、実はですね、 B&B もそのやはり本のつながりをかなり以前から意識していて、で、サイドメニューっていうものがありまして、これ今現状の B&B なんですが、B&B 本当に最初本を読むことに集中したいということで、もうほとんどいらない機能は捨てたいと、まあ、ページさえめくれればいいと思ってはいるんですが、いろいろとまあ機能が欲しいということで追加してるんですが、まあ、関連書籍のようなものはですね、サイドメニューというところを使ってですね、ここで例えば著者関連書籍という形でやるとですね、同じような、まあ、著者が書いている本を、まあ、こういう形で、うん、読めるんですね。そうですね。ただですね、多分なんですけど、ご覧になってる皆さんでこれの何が新しいのか全く分かんないと思うんですよね。おそらくこれってすごい普通の UI だと思うので、これの何がなんかこう新しくて画期的なのか分かんないと思うんですけど、はい、今までのやつは初映を押すとここの試し読みの、これがまあ漫画の画面と思っていただければいいと思うんですけど、漫画の画面が開いて他に何の情報もなかったんですね。
で、他の情報を見るには大元のインデックス画面に戻って見ないといけないと。でここの画面を見るのに、その、書影をクリックしてから DRM を、まあ、そのほどいて表示するのに、まあ、ぐるぐるちょっとぐるぐる時計が回って、ネットワーク環境にもよりますけど、まあ、10秒前後、まあ、長いと10秒ぐらい待たないと開かないと、はいはい。で実はその漫画ブロードキャストでいろいろ試し読みをさせてですね、まあ、実際にそのユーザーのアクセスの動向を見てみると、そのぐるぐる時計が回っている数秒の間待たずに離脱している人がかなりいっぱいいらっしゃるということが分かり、はい、少なくともこの形で、先にそのあの情報がいろいろ出てですね、なんかこの本じゃなかったって言った時にこちら の, あのメニューインデックスに出たあの他の巻とかにすぐ飛べるとみたいな形になってると便利だよねという話をしたものです。そうですね。でそこを改善する形で、あなかなかいいね、やはりいいねという話になって、まあ、ここはもうちょっと伸ばしてみようという話になっています。でその他にもですね、縦スクロール UI ですね、まあ、これは実は技術的にはそれほど難しくなくてですね、いくつかサンプルサイトをあのご用意しています。あの本当にまあこういう形でそのまあ画像データをまあ見開き状態で表示したりですね、あるいはまああの画角によってですね、まあ、これも今見開きなんですけど画面サイズ、おっと画面サイズによってですね、まあ、単ページになったりとかそういったこともできるようなものになっています。まあ、こういった形で、まあ特に技術的には難しくなくので、まあ、すぐやった、やはりですね早いです。もうこれ、まあ、PC だから早いんですけど実はモバイルでもですね本当に気持ちいいほど早いですし、アクセス自体もすごく早いです。これはそういった意味ではそのユーザーのストレス軽減という意味ではかなり力強い UI ではないかなと。まあ、なんか話してたのは、まあ、その本を読むっていうところでどうしてもこう既存の紙の本の読み方とかにまあこだわってですね、まあ、あのいわゆるこう YouTube、まあ、動画配信サイトだったりとか、スマホ の, あのビュアーのブラウザビュアーブラウザ の, あの普通の縦スクロールだったりとか、ちょっと離れたものに現状になってると思うんですけど、まあ、そこをなんかできるだけデジタルで直感的に分かる普遍的な UI に近づけるところでもうちょっと効率が上がるんじゃないかみたいな話をしているというものですね。はい、そうですね。はい。でですね、もう一パターンとしてその先ほどお話したその動画の上を押すと、まあ、パラパラと中身が表示されるというものを漫画で表現してみました。でこれですね、一応ですねここをオーバーするとですね、ここであの今表示しているのは各ページの一番大きいコマをまあ、認識させて、まあ、それを表示するという形でしています。でウェブ上のその書影の画像というのはかなりいろんなサイズがあるのでそれぞれまあ一番大きいものですと、まあ、ちょっとこういう形になってしまうんです。例えばまあこういう中間サイズで次の小さいサイズですね、これは多分漫画ブロードキャストさんで各、まあ、細かくブロックしている時の表示ですね。でこれぐらい小さいとですね、まあ、やはりちょっとコマぐらいをズームしないとわからないかなと。でもう一つのパターンを用意してまして、こちらがですねページビューです。これをマウスオーバーするとですね、まあ、これはページごとにそのまま表示します。やはりこれぐらい大きいとですね、まあ、ページそのまま表示してもらった方が、まあ、ユーザーさんには分かりやすいんですが、まあ、あと中間サイズもまだこれぐらいのページの方がいいんですかね。でまあ、このサイズになってしまうとですね、実はページを表示してももう何を表示しているか分からないので、まあ、ちょっとケースバイケースでいろいろ表示する内容をそうです、ね、まあ、検討しながら進めていくのがいいのかなという形で、はい。これは、ボイジャーさんで、その EPUB で持っているそのページの画像の中からあのコマを自動認識して切り出すみたいなことができるようなプログラム作ってますみたいな話を受けて、はいはい、それできるのであれば、こういうサムネイルを見せるみたいなような仕組みができるんじゃないかという話をして作ってみていただいたものですね。はい。でそれをですね、まあ、とりあえずその、まあ、その後、まあ、一度もお話しさせていただいて、まあ、またそれに対してチューニングして、まあ、こんなのどうでしょうという形で、まあ、弊社からお送りさせていただいたのはまずその動画サイトの UI とあとマウスオーバーの再生ですね。でこれを組み合わせると、まあ、こんな感じで、まあ、ウェブページを作れますよという話になっています。でこれがですね一般的なその、まあ、ウェブサイトですね
ウェブサイトです。でそこでですね、まあ、こういう形で書影が、まあ、あってですね、まあ、各作品の紹介があるんですが、一応ですねその先ほどの技術を使ってここの上にマウスオーバーをさせるとですね、そのこういう形で、まあ、本が読めるよと。でまたちょっと違う、これはページめくりエフェクトなんですが、例えばこの真ん中なんかはですねそのまんま横スクロールするようなエフェクトを利用しています。でこの隣がですねちょっと速度を遅くした感じですね、結構微妙ですね、いろんな微妙な調整をですねトライアルをしたりしています。でその他にも下の方の、まあ、こういったところもですね、まあ、こういうスクロールさせたり、あるいは、まあ、ページめくりで表示させたりとか、そういった形でいくつか試験サイトを作りました。で加えてですね検索結果とかですね、で同じ機能技術を使うとですね、今、まあ、どこのサイトでも検索するといろいろサムネイルと、まあ、その作品があると思うんですが、いちいち検索した結果の中身を確認するときに、普通のサイトであればこの書影をクリックして、まあ、その先の立ち読みか何かを読まないと中身がわからないんですが、この検索結果であれば例えばまあその書影の上にこういう形でマウスオーバーするともうこのページだけでそれぞれの内容が分かってしまうと。でやはりそのいろいろページ移動するだけで、先ほどお話した通りそのページ移動でもう飽きてしまったりもう離脱してしまうお客さんも多いので、まあ、こういった形の一覧の中で、まあ、その作品を確認できるというのはかなり有効な技術ではないかなと思いましたね。まだ関数の少ないこうバイオグトリニティとかだと、どこの間に何の話が載ってたのかとかってまだ記憶の中にあると思うんですけど、それがまあ10巻超えるものになってくるとどこまで読んだのかとか、わざわざこうクリックして中身を確かめるのに、その詳細ページに試し読みを開いて、あこれだったとかこれじゃなかったとかってあんまり見ないと思うんですよね。それがこう、まあ、できるだけこう効率的に同じページの中で、はいはい、ページ遷移をせずに見られるっていうのはかなりいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。実はこのエフェクト先ほど見せたのとちょっと違ってですね、今考えた末でできているのがですね、最初ゆっくりスローして実は最後の方パパパパってなってしまうんですね。なぜかというとですね、もう本読まずにこれだけで読んじゃえばいいんじゃないかっていうお客さんがきっと出てくると思うので、まあ、そうではなくてじっくり読みたいときはやっぱりフル画面で読んでくださいねっていうところで、まあ、ちょっとまあそういった今エフェクトを切り替えでつけています。はい、で次にですね、まあ先ほど その、まあ、作品、まあ、動画サイトの UI ですね。で確か某動画 UI サイトはですねその横一面というのもあったので、まあ、一応作ってみました。ただ作っては見たんですが、これやはり左右に曲がるとかなり余白が出てですね、まあ、こうやって、まあ、ちょっとレイアウト上、まあ、あまりよろしくないかなということで、まあ、こういった、まあ、漫画を表示する場合にはこのレイアウトはまあ不要ではないかなという形のまあものに仕上がっています。でこれでですね、ここのまあお話を、まあ、持ってきた時にその岡本さんの方で、まあ、そのじゃあウルトラジャンプでちょっとラボサイトを、まあ、何か新しくやってみようという形のお話をいただきました。でその OK が出たっていうんですが、でその時にですねまたですね新たなアイデアとしてですね、最近そのグリッド式レイアウトって、まあ、皆さんちょっと難しい言葉なんで聞き慣れない言葉かもしれないですけど、よくホームページ上でいろいろパネルがあってですね、そのパネルにそれぞれ細かいデータがあって、でそれが画面サイズによって、まあ、うまくまあ、配置されたりというものがあるんですね。まあ、そういったのをあれを岡本さんが見ていて、まあ、ああいう形で本を紹介するのもなかなか面白いよねと。で加えてあとモバイルですとやはりリスト表示とかがあるので、そのリストでまあ本が簡単に見れるといいよねというお話をいただいていて、まあ、それであればやってみましょうということでまたちょっと試験サイトを作りました。すみません、なんかいろいろ思いついたことをそのまま言っていろいろ作っていただいていやいやいや本当に助かってます。はい、でですね、まあサンプルとしてそのグリッド UI 今作ったものがこちらになります。これです。で実際ですねちょっとうちで作っててもこれなかなかいいんじゃないかと。でそれぞれの先ほどの技術もちょっと応用しまして、それでまあ配置をですねグリッド上で配置したものに対して、まあ、サイズを変えて、まあ、それぞれ部分的に動かすと。で加えて実はここにですね動画とかも YouTube で上がっている動画とかも置けるので、まあ、ここで再生するとですね、まあ、このままここで動画を
再生できるというような形になりますね。もともとタンブラー の, あのモザイクビューアーとか見てて、でそれで、漫画 の, その並べるときにカバーオーバーと並べるとやっぱりインパクトあって楽しい感じがするよねっていう話をさせていただいたのと、あと今その下の部分でこれあの、まあタイトルが出ててマウスオーバーすると、まあタイトル著者名解説が出るみたいな風になってるんですけど、これ結構あの同じ画面の中でページ遷移せずにいろんな漫画 の, あの解説をこう効率的に見ていけるっていうのはすごくいいんじゃないかなと。でこの部分なんですけど、この漫画の下の部分って実はその紙の本だと帯が巻かれてる部分なんですよね。なんか結構多くの場合に、その帯が巻かれても大丈夫なように下のところに、まああの絵の大事なあの要素とかは入ってないことが多くて、で、まあ、その意味でもあのちょっと、グレーアウトした、まあ、その、あの半透明の下地の上に白抜きで文字を乗っけるっていうのはいいんじゃないかなっていう話を、してる感じです。そうですね。でですね、あの、まあ、ここだけで終わらないんです。実は岡本さん、ちょっとここをクリックしてもらえますか。クリック、はい、クリックでお願いします。ここでですね、あの、まあ、それぞれのタイルを表示するとですね、まあ、そこの画面をオーバーレイする形で、まあ、あの書影が出て説明が出ます。でですね、まあ、これがですね、今まだちょっと開発途中なんですが、ここでも本が読めるようになっています。そうですよね。あの従来であればやはりその、まあ、別ページに移動してそのまあ本が読めたりという形ではあるんですが、まあ、ここは意識したのは、まあ、本当にページ遷移なしでいろんな本が読めて、あ、確認できて、でそれぞれの本を確認できると。でこたた、まあ、後々ここら辺にですね、まあ本気で読みたいときにフルページビューない何ないのリンクを押すような形でまあ用意して、であくまでもここは本当に何か新しい本がないかなとか、そういったザッピングを行うことに特化したページとして今作成しています。そうですね、これできると本当にあの今画面の中に入っているだけで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、まあ、14、5冊ぐらいの漫画が入ってるんですけど、そこの中の解説をこういうふうにまあパパパパパパッと見てって、でしかもこう、あ、これちょっと気になるなと思ったら同じ画面の中でこう見て、あ、これじゃないやと思ったらまたすぐに切り替えられるという、はいはい、多分 1,2 秒の間に、はい、いろいろできると。そうですね、軽快な動作になってると思います。はい、はい、そうですね。で、まあ、これはなかなかいいねという形で岡本さんとまあ一致した形で、まあ、とはいえ他にもまあ作っているのがあるので見てくださいと。でこちらは漫画のリスト表示です。で、まあ、本当にまあ作品がこういう形でリストがあってですね、で実はですね、ここの先頭部分なんかちょっと端っこ見えちゃってるんですけど、ここの作品をですねフリックするとですね、まあ、ここである意味、立ち読みのページが見れますよと。いちいちそのページめくりをせずとも、そのリストを、まあ、リストの中身を確認したいなっていう時にユーザーさんがそのリストをフリックすることによって、まあ、内容がざっくりと分かるっていうものを一つ用意してます。こっちは、まあ、あのスマートフォンの方を、うん、まあ、ね、より意識した形で、縦フリックしていくとどんどんこうこれ、いろんな本が、まあ、見えていき、で、さっきのようにここで、試し読みというか、まあ、サムネイルがずらっと並ぶので、この本ってどういう本なんだろうというと横にフリックするだけでいいと、まあ、これも同一ページの中で、ページ遷移をせずにいろんな本を試し読みできるという、ところで可能性はあるかなという話をしています。はい、でもう一つですね、リストに関してもですね、まあ、横もあるんですけど、こういうふうに下からフリックしてですね、先ほどのような形で、まあ、あのページの中身を見れる、まあ、こういう形もまあ取れるんじゃないかなと。でちょっとまだ最終的にどういうものがいいかっていうところまでは行ってないんですけど、まあ、こういう形でまあいくつかいろんなトライアルでお客さんに対して一番アピールすることがしやすいものをまあ選択していきながらちょっと開発を進めていきたいなと思っています。はい、でですね、一応ですね、先ほどの動画配信サイト某の UI も少しチューニングアップしたものもあったので、それをちょっとお話しさせていただくと、まずここの部分ですね、先ほどちょっと一番最初にテキストが出たんですけど、やはり BNB ローティング少し遅いので、
ユーザーに待たせないためにまず最初にタイトルをまあこういう形で待ち時間もうまあ短縮するためにこういう形で表示した後表示しましょうと。で加えてあの追加したのがまあこういった左右ページの移動とあとここの拡大ですね。ここを押すとはい行けました。でここでそのまま普通にページも読みますよと。で先ほどの詳細画面に戻りたければまたこちらに戻るという形で、あとはまあ当然その左右にもですね、ここにも細かいんですがあのふんだんに使ってですね、こういう使うのかどうかちょっと微妙なところもあるんですが、あのまあさっきいやいいと思います見えるようなサイトを作っています、はい、でですね、まあ、こういった形をまたあの一緒に検討させていただいていてですね、 今まで作ったところをちょっとあの、まあ、ざっくりまとめますと、先ほどのグリッドレイアウトですね、まあ、あのいろんなパネル状のものがあってザッピングできて、まあ、ある意味あれをリスもう一つご紹介したリスト表示の部分と表示を切り替えたりして、まあ、使ったりすると面白いサイトになるのではないかなと。であとはですね、動画配信サイトの、まあ、UI がかなり優秀なので、まあ、あの全部もういっそのこと揃えてしまって漫画の配信サイトみたいなようなものを作っても面白いですし、あとは縦スクロール UI、 あれは本当に早いのでそのまあ、ウェブに特化した形の縦スクロールをしたいなと。でですね、まあまあ、一応ですね、あれ、まあ、ここまで作っていろんな利用方法をそれぞれ考えたんですが、まあ、例えばその先ほどの動画配信サイトの UI ですね。でこれ多分全て構築すると、まあ、ある意味某動画サイトを作ることになってしまうので、まあ、かなり規模が大きいかなと。でそれであれば例えば今あの B&B まあ、今フル画面の表示なんですが、それのもう一つ表示のモードみたいな形で追加させていただいて、であの表示のモードをまあある意味漫画ブロードキャストチャンネルか何かでまあうまく使っていただくという形もできるのではないかなと。であと縦スクロール UI ですね、あれまあ実際ちょっと DRM がないんですが、あの実はあのこちらでプロトで作ったのはその BNBURL といって、そのそれぞれの漫画にそのURL があるんですが、まあ、それを指定するだけでさっきの、まあ、縦スクロールのページができるような形になってるんですね。ちょっと、まあ、こういう形で、まあ、うまくその背景色とか、まあ、隙間開けたりとかここら辺の、まあ、枠とかの装飾はある意味テンプレートでちょっと用意していただければ、まあ、同じようなサイトがすぐにできるので、例えばですね、まあ、ちょっとしたイベントがあったりとかそういった時に、まあ、あの特定サイトを、まあ、作る時に、まあ、ご利用いただければ簡単に、まあ、作れるんじゃないかなと。でやはり先ほどちょっと、まあ、一番良かったと思うのは、まあ、ボイジャーとして一押しなのは先ほどのグリッドレイアウト UI ですね。でこれですね、ちょっとあの iPad で表示したりするとすごくいいので、ちょっとここで表示を切り替えさせていただきたいと思います。これですね、あの iPad mini の方なんですが、やはりですね、あのこのこういった表示はタブレットであったりモバイルの方が素晴らしいです。これ今ちょっとスクロールさせてみます。もう本当にですね、こういった形であの読者さんがこのサイトに寄っていただいて、なんか本当に面白い本ないかなっていう形でこういうふうにザッピングしていただいて、あちょっと気になったと思ったら、まあ押していただいてそこでそのまま本を見てもらうと、こういった UI の使い方がかなりいいんではないかなと。で、先ほどちょっとお話ししたんですが、今その週に200冊を表示するということで、今ウェブサイト上で単純に新着というお話はなかなか難しいと思うんですけど、例えばこういうサイトをご用意させていただいて、お客さんが主体的に、例えばここで上の検索画面でジョジョとかっていう検索すると、まあ、このリストの中にはジョジョに関連する作品がこういう形で表示される。でその中で、まあ、新刊であったりあるいは今まだ見てなかった本であったりというものをこのリストから、まあ、パネルから発見していただいて、でそこで新たな本につながるというような UI を、どちらかというとそのユーザーさんがうまく本に出会えるっていうところのサイトを作るのがいいんではないかなと思ってます。なんか僕らすごい真面目なので、例えばまあ、ジョジョだと分かりやすいですけど、何らかその検索結果に合致する作品がなかった時、検索結果として、該当書籍はありませんでしたみたいな風に、まあ、普通出しちゃうと思うんですけど、でも世の中一般の動画サイトとかって検索結果はありませんでしたの一言の下に他のおすすめの本をダーッと並べ、本じゃなくて動画を並べると思うんですよ。
で、それはそれで親切だなと思い、なんかその、普通に、なんか世の中一般にデジタルで行われていることがまだまだ、デジタルの本だと行われていないんじゃないかっていうのはかなり強く感じていて、まあ、その、ウェブでみんながこう慣れ親しんでいるごくごく一般的なレベルのところに本を持っていくっていうところまでは、まあ、まずやれるといいなと思ってる感じですね。そうですね。まあ、ちょっと私が気に入ってるのはこれ縦横とかするとですね、それに合わせてやっぱりこのパネルがリフローするんです。こういったのもちょっと、まあ、なかなか見ていて楽しかったりするので、まあ、読者さんがかなりその好んで来てくれるんではないかなと、そうですよね、ちょっと考えてありますね、うん、なんかちょっと見え方として新しいですよね、やっぱり。でここまでがですね、まあ、現時点で開発を進めている中のものです。でこれについていかがでしょうか、本さんという形でお話をつなごうと思うんですが、まあ、途中でいろいろとお話を、はい、いただいていて、今後もですね、主営者さんと一緒に新しいその、まあ、まずはラボサイトですかね。そうですね、なんか、お話をしていろいろ話をしていくとどんどんブラウザービューかビューアーから話が遠ざかっていったりとかもしてですねこれって、どういう形でこう結びつけるといいんだろうなみたいな話も折々させていただきつつなんですけど、はい、ちょっと今ってお話しさせていただいているのって基本的にその漫画の、いわゆる、まあ、その固定レイアウト、まあ、EPUB でいうところの、フィキシドレイアウトのお話なんですけど、はい、ちょっと ここからいろいろ話を広げていくとするとリフローの話もいろいろあるかなと思っていて、うちもやっぱり漫画関係ラノベ関係でもいろいろと JBOOKS だったりとか、あるいは、まあダッシュX だったりとか、まあ、いろんなものを出しているので、うん、それになってくるとじゃあ文字と絵をどう絡めて、うん、で、まあ、その検索とか含めてどうエンターテインメントにするかってことになってくると思うんですよ、ね、はい、またそのボイジャーさんがロマンサーという素晴らしいものを出していらっしゃったりとかするので、はいはい、そこを含めてじゃあそれミックスしてどう面白いものになるかっていうのは非常に可能性はあるなと思ってます。ありがとうございます。はい、なんですね、まあ、実質ちょっとここでデモ自体は終わりとさせていただきたいとは思っていて、まあ、近々そのうちそのちょっとラボサイトという形で、まあ、主営者さんと弊社の、まあ、検証し、まあ、作っていろいろ試行錯誤した結果として、まあ、ウェブサイトができると思うのでその際は皆さんもぜひちょっとお確かめいただきたいなとは思っております。はい、ありがとうございました。ではこのセッションこれにて終了とさせていただきます。もう一度岡本さんに大きな拍手をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。